それではですね、これから2級観光時のですね、学科試験、ね、この対策のうちの第一分野の観光時一般というね、これについて見ていきましょう。で、観光時一般のところではですね、まあ、基本的な流体だとか空気だとか熱だとか、まあ、それ環境だとか、そういうことを中心に学習していくところですね。でまずですね、問題のところで、例えばこの学習の仕方だけですから、別にこれ学習を全部説明するわけじゃありませんからね、どのように勉強するかというやり方を、学習の学び方を今やろうとしている。例えばこういうところではですね、例えば問題の2番ではですね、この室内空気の環境、まあ、こういうことがテーマにこうなっていると。そうしますと、室内空気に関係するようなところでは、ね、この絶対湿度、ね、こういうところね、それから絶対湿度ね、まあ、こういうところね、それから結露だとかね、まあ、こういうふうなところが問題になってくると、こういうことですね。で、具体的にはこれはですね、こういうところを一つ一つこう勉強していって、自分でチェックしていく。このチェック欄があるから、理解できたらチェックをつける。で、ここで分かんない場合があるな、読んでて何言ってんだっていう時は、これテキストに書いていただければ、その年度のところのこの問題の書いてある、要するに問題の2番だな、問題の2番の最新年度を見ればここに書いてあると、こういうことですね。まあ、こういうことで、これを順番に、ここが分かんなかったら元へ、テキストの元の問題の2番に書いていただければ、ここの解説が詳しく出てる。要するに覚えるのはこんだけと、こういうことになるわけだな。まあ、そういう形です。で、例えばこれで今日は室内環境で一番大事なポイントは、室内環境っていうのは空調だな。空調設備を設けた室内の環境はこれを満たさなきゃいけませんよということで、これは何回も試験に出るわけだな。例えば粉塵の量といったら、これは1立方メートルについて 0.15 ミリグラム以下ですよ。それから一酸化炭素というのと、二酸化炭素だったんだけど、一酸化炭素は 10ppm 以下ね、それから二酸化炭素は 1000ppm 以下とこう決まったんだ。この数値が試験に出るからね。そして、まあ、温度はといった方が17度以上で28度以下ね、相対湿度、相対だよ、絶対じゃないよ、相対湿度は 40% から 70%、それから気流、風の流れだな、これ1秒間に 0.5m か、まあ、こういうのはやっぱ覚えていかなきゃね。それから室内環境基準、これを作るために空調はどうするかと、こういう問題になってくるわけだな。まあ、こういう、だからこれがホルマルアルデヒド、まあ、これは接着剤だとか、そういうのによって発生するんだな。それが空気の中に1立方メートル 0.1mg 以下である、まあ、こういうふうな基準をですね、整理しておくということは非常に大事なポイントになっている、こういうことな。それから続いて、例えばさっき言ったような空気だな、空気の密度ってだいたい 1.29 ぐらい、覚えなくていいよ、ここまではな。二酸化炭素はだいたい 1.98、 一酸化炭素はどうかというと 1.2、 これは超有毒なんだ、これすぐ死んじゃうんだ人間はな。二酸化炭素はそれほどじゃないけど、こっちは有毒だから、火事が起きた時にね、これはほら、これ空気だろ、これ軽いだろ、だから一酸化炭素はここへ行くんだ。二酸化炭素は重いでしょ、空気より、だからここへ行く。これはそれほど有害じゃない、 CO2 っていうのは、 CO ってのは非常に有害なの。だからこういう姿勢で逃げないと、ここで普通立ってたら多くの人は死んじゃうわけな、ということで一酸化炭素ここ天井を這うからね、ということで、まあ、そういうことが、この空、こういう関係を理解するということだな。空気の密度によって、どこへ滞留するかによって、こういう避難の方法だな、まあ、そういうことも観光地で非常に重要なポイントになってくるね。だからよくここはこういう関係試験で出る、こういうわけだ。それから例えば4番の問題ではですね、この熱力学って出るな。熱力学ちょっと難しそうだけど、要するにどうかというと、空調を作るんだからな、水の中に水を沸騰させてお湯にして、そして蒸気にして送って暖房するわけだな。そういった時に水から蒸気に変わってくる、変わってくる時に、だって蒸気はさ100度だし、水も100度だね。だけど熱加えないとお湯ならない、蒸気にならないよな。でそういう時に水から蒸気に変わるそのものを泉熱っていう、ね、で例えば5度から10度のお湯上がったよっていう、そういう温度が上がるのはこれは泉熱っていう、こう試験でのはこの泉熱なんね。だから、冷房する時はだから0度の水から0度の氷を作る、これは泉熱、温度は変えないけど状態が変わるということで、この辺のところをしっかりと、それに出るでしょ、試験もかなり出てる、ちょっと見とこう、どういう関係になってるか、こうなってる。だから例えば
氷っては答えじゃない、ここ氷って言ったらな、答えじゃないとか、あの水と言ったらさ、これはあの液体じゃない。だからこう液体から水から氷にするのを冷やさなきゃいけないな。でその時とはのがあの鮮熱って、だから鮮熱って、だから鮮熱とは物体の層を変えるってことで、物体の層が液体から固体から液体な、氷から水、それから水から気体、これ蒸気だな。実はこの関係がこの間に全部鮮熱が関係している。そのことによって、この状態が変化しているということで、その鮮熱を利用して空調関係は全部使って、冷房はここのところ、ここのところは暖房ということで、そういう鮮熱という考え方がエアコンの非常に重要な基本的な考えですよということだから、ここよく試験出ること、こういうわけだな。じゃあ次を、それから続いてですね、あの観光地だからって観光地だけやったら言ったわけじゃないな。そしたら観光地には作るためのやつ、鉄筋コンクリートの例えば部屋だとかそういったことで理解しなきゃいけないということで、鉄筋コンクリートの性質なんかも試験の対象になっていくね。でここで大事なのはこのスランプというところだな、スランプ試験。スランプが大きいと柔らかくなってコンクリートは打ちやすくなる。ところがスランプが大きすぎると強度が下がるんだよ、ひび割れが起きやすいんだよ。だからできるだけ施工はできるよ、ワーカブルって、ワーカブルって仕事するってことで、施工できる範囲内でスランプは小さい方がいいんだ。これ一番大事なポイント、スランプは小さい方がいい。でスランプって何かというと、ちょっと見てみよう。スランプってこういうことだ、この中にコンクリート詰めるんだよな、こう詰める。そしてこれをね、このコーンをバーンと引き上げる。そしたらさっと落ちるじゃん、コンクリートだから。でそして一番先頭の部分から落ちた部分だな、ドカーンとこうなるから、この下がった部分、ここをスランプってね。これが大きいとあまり良くない、小さいと、小さいで所定通りに落ちるといいんだよ。だから所定よりか大きくなるとコンクリートは良くない、こう考えてくださいね。こういうの、小さすぎるのはこれワーカビリティが悪い、施工しやすいのは大きすぎるとは、まあ、あの良すぎても困るわけだな。まあ、ということで、そのできるだけ基準の通りにスランプがなるようにするのが一番で、大きすぎると良くない、小さすぎて施工する分には別に問題ないんだけど、大きすぎるとこれは強度が小さくなってひび割れをする。スランプは基本的には小さい方がいいんだ、まあ、こういうイメージを持ってもらった方が非常にありがたいと、こういうことね。まあ、以上でですね、学習の仕方としては書いてある図面が書いてあるからね、図とか表のところを理解しながら、それを基本的に学習する。だから表に書いてあるところは、それは一番最も基本的なことを書いてあるので、そこの図をしっかりと見ていくことが大事です。